信頼度として、まあ、95% で考えるか、もしくは、99% で考えます。例えばその人間の平均身長を考えるときに、人間の平均身長って大体、まあ、160とか、まあ、160センチ台かなとは思うんだけれども、ただそれって、なんでしょう。まあ、95%、99% って、まあ、考えるときに、で、100% っていうのを考えるときに、100% ってどういうことかっていうと、まあ、例えば、まあ、マイナス無限大から無限大ぐらいまでの区間の中に平均身長ありますよって言われてるのが 100%、まあ、もうちょっと絞ってもいいよ。でもうちょっと絞った時に 99% で絞るのか 95% で絞るのかっていうところだけれども、まあ、この信頼度っていうのはもう少なすぎてもここまで、例えばその信頼度 3% っていうので信頼するわけないから、だからまあ 95% っていうのと、まあ、99% って数字がまあよく使われる。で 99% にした場合に、まあ、どんな感じで 99% とまあ、ここの平均があって、で、まあ、こっち側とこっち側で、まあ、左右対称な位置にとって、で、ここの確率、ここの確率を 0.99 とするのが 99% です。で、それに対応するような感じで、まあ、95% というのはもうちょっとここが幅が狭くなっていて、まあ、このぐらいで 95%。まあ、95% を表す確率は 0.95 なので、で、どっちの方が幅狭いかというと、95% の方が幅狭いんです。なんで、ある程度その限定できている感じはあるので 95% で考えることが多いです。だし、その 95% では、まあ、ほぼ 100% に近いようなものなんで、うん、まあ、このパーセントのズレというよりも、まあ、どっちかといえば、まあ、もうちょっと絞れた方がいいかなと。で、0.95 の場合のここの数字と 0.99 の場合のここの数字が結構大切で、ここが、1.96。になることと、ここが 2.58 です。なんでこの2つは暗記してください。そこで基本的にその z を考えるときに、x バー引く m というのをルート n 分のシグマっていうので割ると標準化ができる。ルート n で割るというのはその標本平均を考えたときの標準化するときにはそのマイナス 1.96 からまあその z の値である x バー引く m でルート n 分のシグマで 1.96 っていう感じなんです。で信頼度 99% でやったらマイナス 2.58 からルート n 分のシグマ分の x バー引く m で 2.58 という感じになります。で、標本平均で出た値というのは、まあまあ、あって、まあ、データをなんかいくつか取ってきたときに、その平均を調べたというので、その x バーの値を知っています。その m というのは、母平均です。ということで、じゃあ、この m を推定するような問題ですね。ということで、結局この不等式を解いていくときに、結局求めたいのはその m の値なんです。ということで、m に直していくと、これを m に直していくと、x バーマイナス 1.96 ルートの n 分のシグマ以上、x バー足す、1.96 のルートの n 分のシグマ。で、まあ、同じように考えていくと、x バー引く、2.58 ルート、n 分のシグマ以上 x バー足す 2.58 ルート n 分のシグマになります。でこの2つの式が、まあ、この m の値の区間のことを、信頼区間と言います。で信頼度 95% の信頼区間と言われたらこのこと、で信頼度 99% の信頼区間と言われたらこのことです。 Today I wanna beWhatever you say, you may feel like being alone. But I can be the one you lean on now. The world is yours.